ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年12月23日と24日、グランブルーファンタジーのリアルイベント、グラブルフェス2023が開催され、YouTube でもライブ配信されたのですが、ホロライブメンバーの登場シーンで会場が地獄のような空気になっているとし、Twitter やまとめサイトなどで話題になっています。このツイートは1100万以上表示されていますね。このツイートは、定2のアーカイブ10時間49分頃の切り抜き動画で、ホロライブの、スバル、ペコラ、ポルカが登場し壇上で話し始めるも、顧客は、次々とペンライトを消していき、沈黙している様が映っています。グラフェスでは、全体的に、顧客のノリが悪いなどのデマが流れているのですが、直前の声優、コスプレイヤー、アーティストなどに対しては、バー、という歓声やペンライトが振られているのは、アーカイブを見れば確認できます。そんなに嫌やったんか。ノリよく対応すると、運営が好評だったと、勘違いして来年もホロライブが聞かねないから、こうして無言でノーロー名してるらしいね。フェスの参加者の感想では、スバルの動きがなんか気持ち悪い、ペコラの声が萌え声を出そうとして失敗している女生主の声、ポルカが私は団長だから、緊張には慣れているとか言い出したが、こちらは、あんたが団長かどうかの情報を知らないのに知ってる前提で話を進められても困るなどの辛辣な意見が飛び交っています。誰も幸せにならんかったな。グラブル知らないけど、グラブルキャラとホロライブのメンバーがグラブルのお祭りで一緒に歌を歌うって全く意味わからないし、双方の運営が 100% 悪いよね。やらないのが一番だと思いますが、やるにしてももう少しやり方を考えてもらいたいものです。また、ホロライブコラボでユーザー数が急増したと発表していたタワーオブスカイもサービス終了を発表し、コラボで一時的にユーザー数を増やしたところで無意味なのではと話題になっています。ゲーム内容に自信があるなら案件投げてプレイしてもらえばいいんや。コラボユニット実装もお祭り参加も結局みんな不幸になるだけや。適当なことやるともともといたユーザーが離れる危険性もありますからね。ゲーム運営各位は今回の件を教訓としてもらいたいものです。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。